よし、こんにちは、ジゼルです。今回はエイダを使って、遊んでいきたいと思います。マップは喜びの庭ということでやっていきましょう。今回つけていくパークは、全力疾走と猫ですね。はい。全力疾走に今ね、一人で夜中寂しく、ノラサバイバーで練習してるんですけど、まあ難しいね、このパークは。相手ハントレスなんで、追跡者とかワンチャンあれば、誰か、見つかるか見つかってないか。あ、メグ見つかってますね。じゃあこのまま回していきましょう。まあ、全力疾走があるんでキラーギリギリ来るまでこれ回していきたいんですけど、俺の方来るかこれ。いやー、ワンチャン追跡者でこっち側に3人湧いたのバレてたかな。ということでジャングル行きましょう。ジャングルでチェイスしていく。この距離感は、短い方もう一周しようかな。来るかやべえな、これも突っ込んできそうだな。あーもう刺した。今のね、悪いね、今のチェイスは。これね、絶対真似しないでください。今のね、キラーと自分の距離感的にもちょっと空いてて、今のは歩きを入れてしっかりね微調整するべきでしたね。いやー、悪いところ出ちゃったな最初から。これやばいぞ、これ待って、秒で終わったら終わりなんだけど。オッケー。いや怖いね、読み分けてるから普通に。さあこっち側の外回って、これも倒さないよ。いやー普通に来るか。待って、まずいな、これ倒すしかないね。これもう倒してよけよ。オッケーで一歩下がるか。あぶねー、ちょっと待って、マジやばい。いやー待って、俺の動き読まれてる気がする。オッケー、待って、このハントレスの人どういう感じなんだろう。まあ、なんかね、これ結構やってると思うんですよね、ハントです。なんか嫌な動きされるな、だいぶ。これは聞こえない。なんか、俺は右に張り付いて、左。オッケー。なんかね、結構ね、こう、突っ込むように見せかけて、こう構えてくる。これ結構ね、うまいハントです。あるあるなんですけど、これやってきますね。っていうか、これまっすぐ走ろう。オッケー。このスキンね、さっきちょうどコラボみたいな感じで、はい、オッケー、販売されて、これ速攻でこれ買ってる時点で、ハントレスメインで使ってる人かな。いや、これね、油断できないっすね、完全に。さあ、ここ距離開いて、これ、炎、オッケー。ああいうとこ大概投げてくるんでね、ケアしましょう。あー、ごめん、ビットリオ。通りすぎる。で投げたら内側入りましょう。で今度はね、あー、この距離感だと時差倒しでターン入れて内から壊してくれんの、ありがたい。内から壊して壊して壊して、ナイス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 。オッケー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 。もう一回こっち戻りましょう。でこの窓枠ちょっと通知出さないようにゆっくり越えて、まあ来るよね。オッケー、これね、この距離感、中一回入るふりして最速で飛んで、越えてくるか、越えてこない。さあ、まっすぐ来る。これは、OK、越えて。これね、若干ね、隙間が空いてて、この喜びの庭のジャングル。ステインもね、若干漏れるんですよね。OK、影も若干見える。OK! ここで、フェイント。よし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 。で、閉まった音聞こえたね、今。OK、これ飛び越える。よし、これ間に合います。ちなみに、ハントレス相手にしてるときに、割と聞いてほしいのは、斧のしまう音なんですよね。意外に、意外にね、カチャっていう音がするから、カチャっていう音がしたら、斧のしまってるんでね。あそこで斧のしまうと、あの窓飛べます。ちょっとバブーシカとあれ、早投げがあったらわかんないけど、構えるのめっちゃ早いやつ。まあでも基本いけますね。距離が開くんで。危ね。うん、オッケー。さあ、小屋チェ、小屋チェなんだけど、いや、小屋の人なんか使いたくないな。渋っていますか、小屋板。てか、早くない発電機。オッケー。では、待って、発電機早くない？これ何分？これ5分ぐらいしか経ってなくない？さあ、透明の窓から見て。オッケー、そこ隠してくる。なんだこれ、やめてくれ。そこ窓越えしてきて、この隙間から見ましょう。キラーを隙間から見て、いないから外から来てて、
で、内から来てて、向こう側の角に行って、中入ってくるかな、中入ってきたから、外周行って、いや、これ板行かないよ、俺。こっちの、おしゃれ窓使います。ここで耐えたい。ここで耐えたいぞ。耐えたい。まだ、もう一回、投げる？オッケー。よし。いやー、そう、こういうルームされたと思ったけど、これスコア見られてるからダウンかな、さすがに。いやー、無理だね。いやー、ここまでか。にしても発電機早いな、ちょっと。ここどうした？中入って。難しいな。じゃあ一番最初の、ああいう間合いの板ね、もうちょっと上手くなりたいな。まあ、結構ね、スプバ使ってるとね、疲労最初ついちゃってね、ちょっと弱気になっちゃうのが、ちょっと課題ですね、やっぱり。ここ行くだけではね、もうちょっと、綺麗なチェイスできると思うんだけど。あ、ありがとうな。サンキューだけど、いけるそれ。ごめん。一回離れちゃった。とりあえず回復しましょう。で、びっとり釣られるんで、救助行きたい。こっちするか。うわ、難しいな。まあ、スプバってなんか、チェイスでなんかそんな使うっていうイメージないんよな。だから難しいよね。どっちか言うと立ち回りパークみたいな感じやから、なんか立ち回りで使う方がメインになりそう。だからなんか向いてはなさそう。まあ、それを練習してるんだけど。え、それ救助いけんの？マジ？2人で言ってたか？ナイススキーム？はい！よし！で、スプバーで逃げましょう。いいよ。転倒だけ気をつけて。投げないんじゃない？これも。実は。投げられた、普通に。はい、ということで、本日はご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。はい。また次の動画か配信で会いましょう。バイバイ。